失礼いたします。それでは梅聴いてください。
恥ずかしいけど、あたい
でいきましょうかね。はい、はい、あ、もうね、時間の方もね、あれですので、もうサクサクね、いきましょうね。ありがとうございます、ありがとうございます。なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、ちょっと待って、ちょっと待つのね。はいはい、呼吸が整ってなかったら、はい、大丈夫ですか。はい、オッケー、オッケー、はい、それでは最後にこちらの曲お届け、もうバレちゃいましたけどね。お届けします。ありがとうございます、ありがとうございます。本日も娯楽のお天道アマンダの最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございます。この後控えておりますのは、竹尾リアルバンド高崎シティバンド、こちらの方お楽しみいただきたいと思います。それでは聞いていただきたいと思います。札幌の人、節子さん、張り切ってまいります。
この後は皆様お待ちかね、竹尾リアル&高崎シティバンドと思います。よろしくお願いします。リクエストされる前にやっていきたいと思います。エイジングのためにライブを進めてまいりたいと思います。引き続きお楽しみください。カモンクラブ、エイジングレッツ筋トレ、美容と健康とアンチエイジングのために、おーユーマンハッキはい、ありがとうございました。続きましてね、今、バンドメンバー顔が上からいい順番、若手のホープをですね、今後
長く活躍してもらうためにぜひ皆さんのご協力が必要です。そんな皆さんのためにそんなコレステロールを下げることもせずに皆さんに透明感のある血液と違って透明感のあるそんなサックスの音色をそして素敵な思い出にしてほしいという願いを込めまして鈴木健太が吹きます。
した最高でした、いただきました水道メモリーズをご紹介させていただきました。鈴木健太、そしてもう一人のヒゲとメガネのちょっと怪しいサックスプレイヤー犬塚優太のデュエットにてお届けさせていただきました。犬塚さんが男性パートを吹きますね。そしてね、女性パートはこちらにいるね、新山君が、吹いていきたいと思いますんでね、当番ではね、男性だけで、ミュージシャン8名そしてスタッフ4名で12名で、運営しておりますので、ぜひですね、そういった関係になってもおかしくないこの2人でございますね、その2人の愛のデュエットを、皆さんに届けていきたいと思います。それではお届けします。世界初、いや新潟でも初かもしれない、こちらのトランペットとサックスによる世界最高のデュエットソング皆さんにお届けします。
最高のデートソング、アンホールニューワールド、トランペット、テナーサックスの音楽で、ちょっとお届けさせていただきました。もう一度、テナーサックスは、犬塚優太。あ、犬塚ひげメガネ優太。いろいろネームを付け忘れました。失礼いたしました。そして、トランペット、新山筋肉大輝。ラスベガス感がなくなってますよね。この東南アジアのなんかちょっと怪しいツアーガイドみたいになってますけど。いや、マンダムス。そしてその他大勢、あ、じゃなかった、高崎シティバンド。曲の一個も知れませんけど、はい。Stand by me.
本日は、はい、忙しい貴重な金曜日の夜、ね、はい、お越しくださいました。誠にありがとうございました。はい、ありがとうございました。これで、業務連絡今日は大丈夫ですか？業務連絡、はい、逆にどうですか？大丈夫ですか？はい、大丈夫。CD ね、あコーナーがございます。はい、ございますので、ぜひね、今日の思い出に誰一人素通りすることなく、はい、あ、でも強制素通りするようになります。あ、それダメだ、強制じゃない、強制じゃないけど、はい、でもできれば買っててほしいかなっていうね。はい、あります。今日は本当にありがとうございました。皆さんお気をつけてお帰りください。ありがとうございました。新社に間違えないように気をつけて帰りたいと思います。13日の金曜日ですからね。はい、ありがとうございました。